本当ね、この桟橋にも南蛮乗り場っていう番号があって面白いですね。私が向かう茂井東港まではおそらく650円ぐらい、時間にしては20分ですね。今日はちょっと風が強いらしいです。寒いし、けど内海だから揺れはそうないと思うんですけどね。こんにちは、いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は尾道駅前より対岸は四国愛媛県今治市へ島伝いに船で渡ろうと思います。そのルートの1回目、よろしくお願いいたします。尾道駅、雪です。いい天気ではございますが、夜のうちに雪が降ったようです。積もっております。そして目の前の尾道水道、もう朝からね、自転車、ちょっと雪で滑って転倒しておりますが、この雪は慣れない人にはね本当に大変ですけど、これが目の前の尾道水道、いい天気です。朝からこのフェリー、私もね元気に動いております。今日はこの尾道駅前から島伝いに今治といえば愛媛県です、四国です。そちらに渡っていきたいと思います。私はねちょっと船乗るまでねコーヒー飲もうと思います。セブンイレブンの青のキリマンジャロ、これが私のフェイバリットです。よし、何にしろねここで船に乗っていくの初めてなんで、ちょっといろいろ調べてはきたんですけども、なんかいろいろ聞きながら行ってみたいと思います。朝からまさに市民の足は休みなく動いておりますね。今日のルートはですね、この尾道駅前のこの船着き場から、まずは因島の茂井というところに行きます。因島っていうのはこの向島の向こうにある島なんですけども、これも結構大きな重要な島です。その茂井東っていうところに着くらしいんですけども、どうもそこから乗り換えて今治方面に行くには30分ほど歩いて別の港に行かなければならないということなんですよ。まあなんかとりあえず最初の寄港地に行ってみようと思います。自転車の方をやっぱりよく見ますね。しまなみ海道サイクリングする人たちが多いです。ここからまず尾道水道を抜けて、この因島茂井東というところに行きます。で次の船がここから出るので、ここを歩いて行って、ここから乗り換えてさらにここに行きます。ちょっとここ地名がねちょっとわからないんですけども、でここからこうかな、まあ、これどっちかに行くんですが、これを通って愛媛県は今治へと向かいます。まずは最初の船は瀬戸内クルージングという会社のシトラスという船に乗ります。このように尾道駅前から出まして、因島の茂井東港というところに行くんですけども、途中尾道のまたもう一つの港に寄る予定だったんですが、どうもお客さんがいなかったようで、そのままスルーして茂井東に向かいます。10時40分発、因島茂井東、谷島スノーウェイ経由、陸地島谷場方面行きシトラスが、まもなく2番乗り場へ入港します。ご利用のお客様は2番乗り場へお越しください。
違いましたね。これです。瀬戸内クルーズという会社の船。おお、着岸うまいな、さすがに。降りたのは私一人です。乗ってくれたのは二人。今日は雪が
瀬戸内海は雪が降ってます。この道初、この海の道はまた先に進みます。ここで降りたのは私1人、お客さんは6人ぐらいいたんですけどね。で、2人乗ってこられました。ここは茂井東、因島の茂井東港。これから30分ほど歩いて茂井西ですかね、ちょっと向こうの方に向かっていきたいと思います。30分。瀬戸内クルージングのシトラス、こういった水道をね、駆け抜けていく船旅もなかなか体験できないものなので、本当に楽しくて快適な20分間でした。さて、ここ市街東港に上陸いたしまして、次は市街西港まで約2キロほど30分歩きます。尾道方面から今治の方面に行くためには、因島のハブ港というところに行かなければならないんですが、そのためにはこの移動が必要です。次回はこの模様をアップしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。